今朝は太平洋側の地方にもちょっと雨や雪が降りまして、まあ、ちょっぴりおしめになりました。しかし明日はまた強い冬型になって、日本海側では大雪、太平洋側ではカラカラ天気が続きそうです。でアメリカやヨーロッパの寒波は一応終わったんですが、日本はまだ続きそうです。前の写真をご覧ください。それでは関東地方の明日の天気をお伝えいたします。まず東京地方は北の風、晴れのち時々曇りでしょう。ご覧の数字は明日午前9時から午後9時までに1ミリ以上の雨または雪の降る確率です。埼玉県北西の風が日中は一時やや強く、晴れのち時々曇りでしょう。神奈川県は北寄りの風、日中は西寄りの風、晴れのち時々曇り、海上は波がやや高いでしょう。静岡県東部、伊豆地方ともに西寄りの風が海上海岸で強く、晴れ時々曇りですが、ところによりにわか雪、海上は波が高いでしょう。
ここに低気圧の中心があって厚い雲がぐっと巻き込んでおります。で、日本海には季節風が吹き出して筋状の雲が広がっています。しかも幅の広い帯が能登半島の方にずっと伸びて、またもや大雪の形になってきました。太平洋側はだいたい晴れていますが、寒さはこれからです。午後3時の天気図を見ますと、日本海を進んだ低気圧と今朝早く東海地方に現れた低気圧の2つが今北日本の空を通っています。しかも急激に強くなっていまして、この方面ものすごい吹雪になっています。最高気温も北海道で平年より2度ほど高い他は全般に平年より3度から7度も低くなるのです。
明日からまた厳しい冬の寒さと日本海側の大雪が始まります。日本列島はまだ寒の内です。